龍貴殿、楠木正成と久子、全20話。第19話、桜井の別れ。鎌倉に駐留する間に賊軍扱いになった足利尊氏は、新田義貞による倒幕軍を撃退、都を目指して進軍してきます。政権内の主導権争いの影響で播磨守護の地位から追われた赤松遠心は帝に反旗を翻し、尊氏の軍勢に加わりました。都では先の高厳帝の母西園寺安子が兄の大宮末平と話をしています。兄上、やっと尊氏が都に攻め上ってきましたね。随分嬉しそうだな。当たり前でしょ。これでやっと我ら寿命院党がまた日の目を見られる可能性が出てきたんですから。でも尊氏には前にひどくやられたからな。本当に我々の味方になるのか。尊氏を信用できるかどうかは微妙だけれど、私は遠心を信用しています。あの悪党上がりの遠心か。赤松遠心は強く賢い。あのものを使いこなせる者がきっと天下を取る。都を攻める準備をしていた赤松遠心がくしゃみをします。誰か私の噂をしてるわね。まあ人気者だから仕方ないけど。隣にいた部下が聞きます。遠心様、足利尊氏は信用できるんでしょうか。信用なんかしてないわよ。あっちだって私のことを信用なんてしてないでしょ。我らが勝てば播磨の土地は返ってくるんですかね。当たり前じゃない。そもそもなんで播磨守護から私が引きずり下ろされなきゃいけないわけ。後醍醐と取り巻きの苦行たち絶対に私許さないから。ほんと助けてもらっといて土地を奪うなんてひどすぎますよね。帝は自分の周りの女房とか公家の意見しか聞いてないのよ。私は恩知らずのやつは帝でも許さないからね。私から奪った播磨の土地は絶対に取り戻してみせる。そのためなら何だってするわ。相手が正成でも何でもするんですか。あんたね、殺されたいの。いえいえ、すいません、つい口が滑ってしまって。遠心はため息をつきました。ほんとね、正成ちゃんとだけは戦いたくないのよね。正成ちゃんがこっち側に来てくれればいいんだけど、もうあいつさ頭固いから。新田義貞と楠木正成は尊氏らから都を守るための作戦を検討していました。新田義貞が正成に聞きます。で、正成さんの策はどうですか。都は守るのが難しい地形です。帝には比叡山に移っていただき、新田さんも私も時期を見て比叡山に逃げてはどうでしょうか。わざと都を開けて尊氏を都に誘い込むんですね。都は防御には全く向いていない土地です。一旦明け渡した上で外から攻撃する、その方が効果的です。確かに私と義貞さんは尊氏との戦いで死んだことにさせていただきます。お、正成さん得意の死んだふり作戦ってやつですね。ええ、それと逃げたと思わせるために真夜中に百姓たちに松明を持たせて遠くに移動させます。おお、そんなことまで。その間に我々は密かに都に近づいてこっそり一気に。わかった、それで行きましょう。戦闘が始まりました。帝は比叡山に逃れます。正成と義貞は戦で死んだことになり、松明を持った多くの男たちが陣営から出ていきました。それを尊氏たちが追います。その時、隠れていた正成らの軍勢が一気に都に突入。
高氏の軍勢を蹴散らし、高氏らは都から逃走しました。西園寺安子が兄の大宮末平と話をしています。高氏、ダメだったな。何を一言みたいに言ってるんですか。どうするんだよ。こうなったらやるしかないわ。やるしかないって何を。院宣を出すのよ。院宣を出す。黄金上皇に新田義貞を討伐しろという院宣を書かせて高氏に渡すの。え、そんな院宣我々が出していいのか。いいのよ。こないだね、遠心と会った時に遠心から言われたの、院宣を出してくれって。それは遠心の策か。それがあればね、遠心たちは官軍ってことになるでしょ。都で敗れた高氏は西に逃れます。赤松遠心は播磨の白旗城に立てこもり、追撃してきた新田義貞らと戦います。高氏は現在の福岡県にある多々良の浜の戦いで勝利し、九州などの武士を束ね、再び畿内に攻め上ってきました。高氏は大船団を率いて現在の広島県にある鞆の浦に到着しました。高氏の宿所に部下が入ってきました。失礼します。ああ、入る。赤松遠心様から文が届きました。文を広げた高氏の顔が紅潮しました。これは。高氏は急ぎ側近たちを集めて言いました。皆の者、これは黄金上皇からの院宣だ。側軍の新田義貞を討てとある。我らは官軍になったんだ。新田義貞こそ側軍だ。禁忌を立てよ。高氏率いる大軍が畿内に迫っていると聞き、御前会議が開かれました。正成は再び比叡山に移動して都を明け渡す案を出しますが、公卿の一人が反対します。この前も比叡山に逃げたじゃないですか。また同じでしかないんですか。正成は反論します。そう申しましても、それが最も有効な手立てかと。他に手がないか、もっと考えるのが武士の務めではないのですか。別の公卿が言いました。高氏は船で来るんですね。はい。どこに上陸しそうですか。大型船ですので、おそらく摂津の大和田の泊まりかと。ならそこで迎え撃てばいいではないですか。公卿たちがうなずきます。確かにそうだ。上陸してきたところを叩けばそれで終わりになるのではないですかな。正成が反論します。しかしどこに上陸するかは確実ではないので、場合によっては後ろに回られることもあります。そうなったら都に戻って、それから比叡山で戦えばいいではないですか。正成は公卿を睨んで言いました。大和田の泊まりで仲間の侍たちが挟み撃ちにあって死んでも気にすることはないと言うんですか。いや、そんなことは言ってない。ただ防御線はいくつも引いた方が有利だと言ってるだけだ。正成と公卿たちの議論は平行線をたどって続きました。後醍醐帝が口を開きました。正成、大義ではあるが、まず大和田の泊まりで高氏らの上陸を阻止する方法を考えてくれるか。公卿らがはぁはぁと頭を下げました。都の屋敷に戻った正成は久子に出陣を伝えました。どちらへ行くんですか。摂津の大和田の泊まりだ。大和田の泊まりっ
というと、摩耶山の西側、港川という川が流れているところに開けた港だ。港川？ん？どうした？港川って何か聞いたことがあります。お前の時代でも港川は港川なのか？港川って確か大きな神社があったところで。神社？誰を祀ってたのかな。確かどこかの武将で、なんか銅像みたいなの見たことある。確か南光さんっていう人？南光さん？そう言いかけたところで、久子は急に頭を抱えてうめき始めました。どうした？急に頭が痛くなって。久子は床に頭をつけてうずくまりました。大丈夫か？正成が久子の背中をさすります。久子は急に起き上がって背筋を伸ばしました。久子は周りをキョロキョロと見渡します。ここは？ここはって都の家じゃないか。都？どうして私が都にいるの？え？私もう都には戻らないって決めて金剛山に来たのに、どうして私が今都にいるの？正成が驚きます。もしかしてお前久子か？久子かってどうしたのよ。私は久子に決まってるでしょ。正成が久子を抱きしめます。あなたどうしたんですか？久子、久子だ。俺の久子がついに帰ってきた。正成は久子にこれまでの経緯をかいつまんで説明しました。ということは私はこれまで別の人になっていたの？ああ、名前は同じ久子だが未来から来た久子らしい。それでその間に五代御帝が沖に流されて戻ってきて、鎌倉幕府が倒れて、今度は足利が都に攻めてきて。急にそう言われてもわけがわからないだろうけど。正面たちはどうしてるの？元気だ。呼んでくるぞ。みんな喜ぶぞ。正成は部屋から外に出て大きな声で叫びました。みんな来てくれ、久子の記憶が戻った。正末と三人の子供たちをはじめ、家中の者が飛び出してきて、久子の記憶が戻ったことを喜び合いました。出陣を数日後に控えているとはいえ、そのしばらくの間だけ楠木家に明るい声が響きました。そして正成と正末らは出陣の用意をして、都から大和田の泊まりに向かって出発しました。現在の京都府と大阪府のちょうど間にあたる場所にあった桜井の駅まで、久子や長男の正面らが見送りに来ました。正面が言います。父上、私も一緒に出陣しとうございます。正成は正面と向き合って言いました。お前はまだ11歳ではないか。お前はここに残って母を守ってくれ。しかし父上、母のことしっかり頼むぞ。はい父上。久子が言います。なんだか最後の別れみたいじゃない。いや別にそういうわけではない。足利方は大勢なんでしょ？これまでも私は何倍何十倍の敵と戦って勝ってきた。無事帰ってきてくれますよね？もちろんだ。必ず勝ってお前たちに会いに帰ってくる。久子は正成の隣にいる正末に言います。正末さん、どうかご無事で。はい姉上、大丈夫です。頑張ります。正成は正面の頭をなで、久子の頬に手を当ててから馬にまたがりました。久子と正面は小さくなっていく正成と正末の後ろ姿をいつまでも見つめていました。
高氏との決戦を前に、正成が陣を構えたのは現在の神戸市兵庫区と長田区との間にある標高80メートルほどの小さな恵毛山でした。恵毛山から南に4キロほど離れた場所に大和田の泊まりがあり、正成の終焉の地となる現在の湊川神社のある場所は恵毛山から東に3キロほど離れたところにあります。恵毛山から南を見ると瀬戸内海が大きく広がり、大阪湾を越えた向こうには晴れた日には金剛山が見えます。後の世で湊川の戦いと呼ばれるようになる戦があったのは西暦1336年の7月5日。当時の暦で言えば建武3年、延元元年の5月25日。正成の43年間の生涯、最後の日が始まろうとしていました。第19話、桜井の別れ、終わり。龍騎伝、楠木正成と久子、続く。